めっちゃかっこいいなこれ。サスケさん背景変えると、うん、はいはい、色変わりますよこれ。ちょっとえ、ああすげえ、え本当だ。これ何色ってんだろう。他の色は、他の背景はどうですか。気持ちちょっとずつ変わるんですよね、うん、背景になって、うん、なんか反射的なあれですかね。そうですね、多分反射で。これめっちゃかっこよくないですか。マテキのこの豪華限定版っていうんですかね。いやこれね、実は僕も週明けに撮ろうと思って、はい、結構バトルパスぶち込んだんですよ、はい、ランキングのやつを。あ、そうなんですか。そうなんですよね。で僕は乗ってないんだもん。5万金券ぐらい、5万栄養値ぐらいぶち込んだんですけど。ああ、はいはいはい、はい、うん、あの東京グール来たじゃないですか。だからこれいくらだっけな。そう、最低がね10万金券ぐらいあったんですよ。ああ、最低がそうですね、うん、10万5千とかですね。そうですよね。ちなみにサスケさんはいくつぐらいのランクで行ったんですか。あ、今回は720位でした。720位。なんかあの、はい、サスケさん前になんかお伺いした時には東京グールの、あの、はいはいはい、最終形態、あの時なんか 2,3 万で出たっておっしゃってませんでした。いや、あの後いろいろあって欲しいなって、いろいろ増したんですよ、うん、結局いや、あのちょっとそのいろいろがめっちゃ気になるんですけどどういう経緯で20万ぐらい打ち込んだのっていういやー、とりあえず、なんかやっぱりコンペしとこうかなと思って。あ、東京グールを。はい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 。で、まあ、コンプさせ、うんうん、気づいたらこうなってました。じゃあ、ちなみに東京グールはどのぐらい行かれたんですか。東京グールはだいたい10とか15ぐらいですかね。あ、それ単位は万円でよろしいですかこれ。はい、そうです。なるほど、なるほど。で、残りの5、6万はちょっといろいろと使ったみたいな。まあ、贈り物。はい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 、贈り物とかね、あのあれですよね、遊びに遊びというかまあまあ、あげたい人にあげたりとか。ああ、なるほどね。あ、そういうことか。気づいちゃうとやっぱ気づくともらっちゃう感じなんですか、豪華限定版っていうのは。あ、まあ基本あの白黒のラベルあったじゃないですか、あのパンダって言われてるやつ。はい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 。あれは取る気なかったんですよ、正直。取る気なかったはいで、ちなみにそれ何位ぐらいで取りました。あ、順位は順位215位ですね。215位はい。ちょ、俺めっちゃ頑張って550位なんですよ。まあ取ったんですけどそうですか。あの課金あんま最近しなくなったっておっしゃってませんでした確か僕は聞き間違いだったのかな。いや、でも言って5ヶ月前ですよ、うん、でも。あ、5ヶ月前。あ、このラフェラですか、はい、ラフェラは5ヶ月前ですね、取ったの。ただあれですよね、マテキもなんか気づいたら取っちゃったって、またそういう謎の現象が起こり始めたんですよね、これ。あ、まあ今回は、うん、まあ、東京グールもちょっと狙いに行ったのもあったんで、うん、ちょっとだけ取れるかなーって気持ちはありますあ、ちょっとね。なるほど、なるほど。はい、まあ、とりあえず一戦いきますか。そうですね。ちょっとマテキをね、ちょっと乗らせていただきたく思いまして、いきましょう。あ、はい、どんどん乗ってってください。でもなんかあの、僕ちょっと思ったことがあって、あの、はい、サスケさんみたいにガンガン課金する人って、結構承認欲求高めの人が多いんですよ。はいはいはい、そうなんです。ほら、あのツイッターでプレゼント企画したり、そう、バラマキ系の人が多い中、サスケさんって淡々とこう課金をして、特にあれですよね、特にないですよね。そうですね、なんかもう、うん、自分のことにしか興味がないって言ったらあれなんですけど、あんまりあれじゃないですか、まあ、フォロワーとかも興味ないんじゃないですか。でも多少フォロワーはまあちょっとは興味あるかな、うん、あ、本当ですか。ツイッター乗っけときましょうか。はい、いや、あの荒野だけで大丈夫。なるほど、荒野はじゃあ ID かなんか乗っけといた方がいいですか。あ、本当ですか、うん、それはありがたい。あ、了解です、了解です。一応嬉しいですね、それ。どこが嬉しいポイントなのか分かんなくて。普通の人じゃないから。あ、なんか普通の人は、なんか動画撮らせてやるから、自分のこと紹介しろみたいな感じ言いますもんね。そう、特に欲がないじゃないですか、あまり。もうなんか満たされちゃってて。あ、これどこ行きましょうか。あ、任せますよ。あー、ここかな。了解で。今回は一応動画のタイトルはマテキの豪華限定版が一応強すぎたっていうタイトルになる予定なんですよ。あー、そうなんですか。一応まあそれも今話しながらやってますけど、なので、あ、絶対あの優勝しなきゃいけません。あー、優勝しなきゃいけないですかそうです、豪華限定版が強すぎたっていうタイトルなので、クラマを使ってちょっとうまいこと勝つっていう。あ、じゃあ車で頑張ってロードキルとかなんかしてドン勝ちしなきゃいけない感じですか。そうですね、はい、タイトル詐欺になるかどうかは今からにかかってます。あー、わかりました、頑張ります来てるかな。来てなさそうですね。いや、いない、いいですね。俺ちょっと逆側行きますね。あ、いいです、自分行きますよ。あ、俺もう向かってます一緒に。あ、来てる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 、ありがとうございます。来てる、来てる、来てる。150の方に降りましたね。行きます。あ、了解です。ちょっと俺カーしかないんだけど。あー、マジで大丈夫です。サスケさんの道路側にいますね。あ、了解です。
やれたらやっておきます。了解です。無理しないでくださいね。あ、はい、頑張ります。やっぱこっからちょっと。あ、いますね。いますよね。これガチっすね。多分サスケさん側の道路にいますよね。そうですね、自分のとこにいます。こっちからカバー受ければいいんだけど。自分の目の前らへんにいるんじゃん。目の前の家らへん。まだこっから見えないですね。僕屋根上にいるんですけど。あ、いないですね。じゃあ奥に引いたんですかね。引いたのかな。とりあえず合流しましょうか。合流します。じゃあ一旦自分後ろ引きます。了解です。一旦引きますか。引きますか。なんかちょっと気持ち悪いですよね。ただバイクが嫌な位置にあるんですけど。あー、だいぶ嫌な、だいぶ嫌な位置。あー、でも今大丈夫ですか。今ここ行きましたね。ここ了解です。了解です。あ、いた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 。あ、いた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 。一緒にいるんですよね。また一人中入りましたね、多分。行きましたね。行きましたね。俺たち何してるんですかね、これ。探偵みたいになってますけど。そうなんですよ。浮気現場を。いもられちゃうと動けないんですよね、なかなか。浮気調査依頼みたいになってますけど、これ。誰に会いに行ったんですかね、じゃあ。真っ昼間から。いや、やっぱこの初動をなんとかクリアしたいですね。あ、でも後ろ引いてますね、一枚。引いてます。多分あれ、多分これ取りに行ってますよ。あ、なるほど。一枚で来ました。あ、そうです。うん、なんか撃ってきてんな。うまい。一枚抜いたんで自分進めます。了解です。もう一人どこだ。多分そせいったんじゃないですかね。あ、なるほどなるほど。おお、うまい、ナイス。とりあえず一バイク取って引きますか。そうですね、行きましょうか。やっぱ全然装備が雑魚いっす。そうなんですよね。何にもできなかった。ちょうど、いやでも1キルナイスです。ありがとうございます。多分これ引いてるんですよ、一枚。はいはいはい。さあ、これがマテキですね。あ、薬品とか。とりあえずあさりたいですね。どっかであさりたいですね。ちょ、車をゆっくり見たいんですよね、どっかで。いやでもこのピンク色ね、なんかめちゃくちゃかっこいいですね。そうですね、かっこいい。なんかあれみたい、なんかギャル男がなんか履いてる靴みたいな。ピッタピタのジーパンにこの靴。ああ、はいはいはい、はい、いそう。え、かっこいいなこれ。ってことはハルパパさんはあれですか、うん、取りに行くんですか。いやでもね、俺ね、これに関して過去最高額なんじゃないのって思うぐらい、1週間で10万5000金券最低ランクはちょっとあまりにもね高額すぎるんですよね、うん、あ、でも多分コラボとかと重なったからじゃないですか、ね、ピンマク超えてますからね、これ週間ランキング の金額的に。ああ、そうですね。いやでも東京グールとか回さなくなった人が多いんで、うん、はいはい、もうそうですね、止まるとは思うんですけど、でも他のコラボが来ない限りは、うん、あんまり伸びないんじゃないですか。またでもワンパンマンのチャン、あ、行っちゃっていいですよ。あ、オッケーです。ワンパンマンがなんか来るじゃないですか、また今度。ああ、決まっ、なんか、うん、結構前から噂されてます、ね、そうそう、宣伝すごいしてるからまだ来ないんですけど、だからなんかこれに関してはすげえハードル上がりそうだなちょっと思ってるんですよね。ガソリンないんです。あ、ないですか。自分もないです。行きましょう。今回マテキが強すぎたっていう動画なんですけど、ガソリン切れで終わるっていう。それもそれでありなんじゃないかって。あれ、このジープってちなみに。そうですね、でもこれ豪華限定版じゃないです、これは。あれ、珍しい。どうしたんですか。いや、もうジープに興味なくて。あ、そういうこと。回しないんですよ。あ、そういうこと、はい、僕ちなみに豪華限定は持ってますから。そうですよね、見ましたよ、はい、持ってますんで。僕もなんかそれ、あれですよ、サスケさん状態で気づいたら取れてたってやつね。その感じに関して。あ、すごいです。あ、でもこれめっちゃ割られてますよ、これ。うわ、いや、だる。これ性格悪いやつが乗ってましたよ、きっと。接敵もしてないし、魔敵もそんなに乗ってないっていう。そうですね、今回は。そうですね、悪すぎます。そうですね、ちょっとサムネ詐欺になってくる可能性が。え、でもこれに関しては、まあ、しょうがない。車がないんですもん。しょうがないですからね。なんなら武器もないですから、ね、武器もないんですよ。そう、来ましたね。止まりましたね。止まりましたね。多分激浪ですね。俺も結構あれなんですよね、体力そんなないって。あ、やられました。あ、やられちゃいました。これ一人ですか。あ、ナイスです。くそー、了解です。頑張ってください。了解です。ここから任せてください。俺全部鈍化しますから。ちょ、サスケさんの、あ、何これ、何これ。サスケさんの鍵もらってこうと思ったら、サスケさんのあっつって。あ、今回こそ魔敵の、あ、ちょっと魔敵の強さを何としても出したいと思います。強さを見せつけないと。そもそもそんな強い枠でしたっけ、その僕らって。僕らってネットワークじゃなかったでしたっけ。その強いを出す枠じゃないですけどね、そもそも。魔敵が強すぎて優勝しちゃったよっていう話を出したいんですよ。ああ、そうです。そういう泣ける話をね、感動。車様のおかげで勝てました。そうです、そうです、そうです。もう車さえ持っとけばみたいな、金さえあれば勝てるよっていう、そういうところを見せていきたいです。ああ、どうですか、装備の方は。とりあえず戦えば、戦える感じですか。はい。あと何が欲しいとかあります。わがままを言えば、うん、クゴがあったら。あ、クゴ、ここありますよ。
僕も今空港使ってます。ただねこれ持っちゃうともう僕ら言い訳できませんから。はい、言い訳できない。あの今回死んだらあの金だけの雑魚っていうレッテルが僕らに貼られますから、そこだけはちょっとお気をつけください。しょうがないですそれは。じゃあもうこれは何としてでも回避しないといけないですね。金だけの雑魚になっちゃうんで、サスケさんあれ空港ここ置いときましょうか。見えます？いいんですか？僕のところ。わざわざ。うん、そしたらこれあげる。あ、いいんですか？あげる。ここあげます。これ取りに行ってくる。そしたらどこだっけな。ありがとうございます。全然全然。かぶってたんでね。ちょっと待って。俺の空港がないんだけど。俺の空港がないんだけど。あれどこ行った？あ、あ、見つけました。なかったら返します。いやいやいや、ありましたありました。ちょっとこれサムネ用にちょっと見せてください。おお。おお、やばい。ピンクマテキって感じなんですかねこれ。赤よりのピンクなんですかね。まあ蛍光色には間違いはないですよね。そうですね。あ、2台ありますよ。あ、乗りましょう、2台乗りましょう。ちょ、2台くっつけましょうまた。ありがとうございます。サムネ力だけでやってますから。タスケさん並べんのうまいから。なんかあれですか、お父さんの商売が中古車屋とかそういうことじゃないですよね。あ、そういうことじゃない。並べんのうまいんですよね。 OK です。いやーいいですね、これでちょっとこういう感じで。いやーいいですね、ありがとうございます、ありがとうございます。2台でいきましょうかこれ。了解で、これでもう負けたらサスケさんの、 あの今日の紹介文というか、はい、冒頭に紹介のね、あのメッセージ出すんですけど、その時金持ちクソ野郎っていう。いやー、それはちょっと嫌ですね。金持ち道楽息子っていう名前の紹介でサスケっていう横に載せますからね。これ負けたらこれ今回勝ちましょう。マジで負けたくない。マジで負けたくない。きっとこの廃課金の車を見て威圧感は食らってると思うんですよ。やべえぞあいつらっての。確実に思ってますね。パンチ、あー相当ずれた。これどこが強いんだろう。このなんか丘上みたいなの入ってないですかね。ここ入ってないかな。ギリギリ。俺たち何してんだろう今。ちょっと行きません。俺たち何してんだろう今。不動産業みたいなところ、土地の話して、あちょっと外からどこがいい立ちか。そうそうそう、ここねのちょっとね車線がねみたいな、外外で回ってきましょうか。そうです。あと残り9人しかいないですよ。あ、勝ちたいな。そう、勝てばいいだけのゲームですから。あ、痛い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 。330いますね。330います。あー、もう見張られてる感じですかね。じゃあなんかね違う方向見てるような気がするんですよね。とつります？とつらない方がいい。え、でも負けたら。そうですね、負けたら。いや、ちょっとやめましょう。やめましょうこれ。やめる勇気が必要ですよやっぱり。負けたらあれです。負けたらあの課金クソ野郎です名前は。クソ野郎か、あ、嫌だな。学校でバカにされます。アンチ入ってる？もしかして。人数減ってく。ギリギリ入ってねえんだよな。そこ入ってます？ギリギリ入ってない。入ってないんだよ。次の奥の岩のところに。あ、奥奥奥、そう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 、渡っちゃったところ。ここ強いわ。ん？逆から車来ましたね。うん、逃げましたね。岩裏今行きましたね、あれ。そうですね。あ、いた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 。嘘嘘嘘嘘。あー、2方向2方向。ガレージの方から撃ってきてますね。やばい。これ行かないとダメでしょ、これ。行きましょう。これ。エリア行かないと目の前いますよ。目の前了解です。うわうわ、やばいやばいやばいやべやべやべ、パンクした、パンクした。あー、降りましょう。うそいいところが全く出せず。そうですね。いやー、いや、サスケさん、これで僕らも明日から、まあ今日からですね、なんだって課金クソ野郎って今日からですか。いやー、悔しい。俺に任せとけ、アルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライムはもっかればって流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Sue on the country, Hologlights, Tejimo, Hawaii